おはようございます。こんにちは、レガリアです。今回ですね、こちらスノータウンイエティに来ております。スノーボードのクロスの大会が今度ありまして、クロスのコースを作ってほしいと、まあ手伝いなんですけども、人がいないんで雪盛るだけなんですけど、手伝ってほしいということで、今日はですねこちらお手伝いをしたいと思います。まああんまり体力ないんでね、どこまでできるかわからないですけど、なんとかコースがですね予定までに完成するようにお手伝いしたいと思います。今ここがカーブのところですね、バンクというんですが、今ここを盛りました。スタートはこういう感じで、こちらに曲がって、そしてここのカーブに入ってきて抜けていくという感じですね。はい、夜からですね、こちらど真ん中に映ってる機械を使ってコースを作っていきます。今ですね、普段はこちらゲレンデやってるんですが、こちらのコース作りのために全て封鎖してます。他のコースは滑れるのでね、こちらだけは封鎖という形です。はい、ということでですね、今日お手伝いしたんですけど、残りはですね、この大きなところはこの大型の重機を使って作業をするということで、今日のお手伝いは終わりになりました。はい、ということでですね、今日の残りはこちらの大型の重機を使って作業をするということでした。まあ今日の動画ですね、ここまでとなります。でですね、無事あと3日後なんですけども、無事大会が開催されればいいなと思います。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。